じゃあ一言だけ、週刊ポストの記事なんですけれども、はい、今回のその東京都議選の告示日以降、はい、大手メディアにその政府広報として4億円のお金が流れて、うん、でそのお金によって、うん、そのちょっと政府に対する批判のトーンが下がってるんじゃないかっていう記事が載っていたんで、まあお金のあり方とそのメディアのあり方もちょっと考えなきゃいけないかなっていう、そういう記事。流れていてっていう意味は、例えば広報として、政府が CM があったやつ、ね、CM とかそういうような意味合いがあるわけ、避難の仕方とか、うん、あれもなんでこの今なんかがよくわかんないわ、うんうんうん、それにお金使ってるっていうのが、うん、ちょっとマスコミがお金もらってる、影響を受けてるからっていうことね。都議会選の告示日からだったから、ああそうだね、うん、まあ、さっき の, 官僚の発言がこうどんどん 、ね、出てこないっていうのも、やっぱり国が内閣人事局だっけ、そういうところがね、官僚の人事600ぐらいを握ってると、うん、まあ、それに、ことにも結構起因するんじゃないかなって気がするよね。